で、この8フレットポジションから感じで移動したり、こういう感じですね。ここで中指から人差し指に移動して、こういう感じで10フレットポジションに移動したりしています。この10フレットポジションからはこんな感じでクロマチックを使って